お疲れ様でした。お疲れ。お疲れ様でした。お疲れ。おはようございます。おはよう、アンニョハセヨ。おはようございます。おはよう。休憩いただきます。はい。
뭐야? 뭐? 내가 뭐야? 죄송합니다. 뭐가 죄송해? 뭐 나쁜 짓이라도 했어? 아니, 그런 건 아니지만. 내용, 너는 간지? 거래 이겨? 올해는 야츠마다 ちょっと かかりそうで. 아, 하이, 大丈夫です. 고메. 月曜の 昼過ぎまでだ. よろしく. 하이.
안녕하세요. すいません。いらっしゃいませ。これお願いします。たまります。少々お待ちください。はい。レオン君、この、はい、レオン君のかな。あ、大丈夫です。お疲れ様でした。
らっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。どうしました？あのこれ読んでください。え？返事はいつでもいいので。え？はい、好きです。사랑해요。さよなら。出ました、ラブレター。誰？おはようございます。おはよう。おはようございます。あれよ、ラブレターだって。金子先生、金子先生。ん？あ、ごめんごめん。大丈夫ですか？うん、大丈夫。ありがとう。顔色悪いです。うん。
金子先生。僕、金子先生のことが好きです。え？金子先生が辛そうなの見たくないです。何か僕が力になれることがあれば言ってください。うん、ありがとう。でも先生、彼氏いるからごめんね。はい、でも僕も彼女いますから大丈夫です。うん、でも好きです。うん、ありがとう。그러니까나도좋아하고그칸하고응칸하고선생님칸하고선생님도신경쓰인다뭐그런거야신경쓰인다할까좋아한다할까야너그만하지못해어나도이런감정은처음이야잘은모르겠지만두사람을동시에좋아하는데가있다고이런말너한테해봤자곤란하기만하겠지만뭐너바보냐어바볼지도모르겠어하지만아무일도없던것처럼그대로사귀는건너무비겁한것같아서그래서어쩌고싶은데나랑헤어지고싶어모르겠어나정말혼란스러워그건내가할소리야실제로어떻게해야할지도모르겠고일시적인감정일지도몰라하지만지금내가이런상태니까당분간나좀내비둬산수야응나보여어보이지그래다행이다나이제존재하지않은줄알고나뭐야뭐아야よろしければこちらお使いください。あ、いいです。いや、でもそれ洗ってますか。え、それそのカゴ洗ってますかって聞いたの。いや、洗ってないです。洗ってないですね。
じゃあいいです、汚いので。はい、わかりました。お取り返します。いいです、じゃあ待って。안녕전혀안녕하지못해무슨일있어야무슨일이야유튜브미끄러졌어뭐아까까지고원에서자고급이미끄러졌어어제그러고가서고원에서잔거야아저기응그구두내가수선집에맡겨줄까뭐아니뭐여기오는길에구두수선전문점같은게있더라고정말어 진짜아고마워아얼마나왔는지나중에말해줘알았어너진짜착하다그래あ、あのこれのヒールを直したいんですけど。はい、かしこまりました。あ、こちら、ね、はい、ちょっとお待ちください。私があの明日が日曜日になるので月曜の13時以降になりますがよろしいですか。はい、もちろんです。ではこちらにお名前と連絡先と住所を書きください。ああ、はい。韓国の方ですか。あ、はい、そうです。안녕하세요。안녕하세요아すいません僕まだうまく書けなくてこれ書けないと直してもらえないんですか。あ、じゃあ、あの代わりに私が書いても大丈夫ですか。ああ、もちろんです。ありがとうございます。見せていただきます。はい。醤油をつけて食べます。醤油をつけないで食べます。はい。はい、じゃあ今日はここまでです。あの、ミミさんす。あの、ちょっと相談してもいいんですか。うん、何？
여전에 급이 부러진 구두를 수선하러 갔던 사람입니다. 그때 당신을 처음 봤지만 당신이 안녕하세요 하면서 미소 지어줬을 때 당신을 좋아하게 되었습니다. 응? どういう意味?好きです。だって。いやいや、ちょっとそんなに短くないでしょ。一目惚れしたんだって。いいね、一目惚れ。ね。うん。え、したことある？ん？一目惚れ。ない。ある？ないかな。だよね。うん。普通ないよね。でも一目惚れとはちょっと違うけど、うん、あの事故った時のあの人はちょっとそういうのあったかもしれない。うん、あのレオンさん。あ、そうそうそう、レオン、うん、ああよく覚えてんね、うん、やっぱイケメンは忘れないんだねまあまあね、あ、まあ、そうだね、あの人綺麗な顔してたよね。うん、俺惹かれる直前にちょっと見とれちゃったもんまあ、あれは見とれるよね。見とれる、うん、でも本当に光ってよかったよね。どこ向かってたのか知らないけどねちょっと待って、俺まだ言うそれ、うん、謝ったじゃんよ。十分すぎるぐらいバチ当たってると思うよ。いやいやいや、もうバチ当たるなら一人で当たってよ。なんでさ、浮気された上に私があんたの面倒見る羽目になってんのちょっと、うん、それは本当ごめん。ごめん、そんな風に思ってないよ。別れた方がいいのかな、どっかで。え、なんで。やっぱり、かなこの両親の言う通りなのかもしれない。かなこの幸せが何なのかっていうのをもう一回真剣に考えた方がいいのかなと思って。あ、ほら今いいけど将来はとか言ってたじゃん、親父さんも。っていうのかな、あの車椅子だからなのかなと思って、あのかの子が俺と一緒にいるのどう思ってんの正直。何が？いや、もし俺の足がこんな風にならなくても、かの子は俺と一緒にいたのかなとかさ考えちゃうんだよね。なんかこの足のせいで縛り付けてるだけなんじゃないかとかさ
考えちゃうんだよ。なんかかの子のためを思って言ってるみたいに聞こえるかもしれないけど、ね、こんなことを考えてる自分が嫌になるっていうのもあるし。その子。はい。その女の子、彼氏がいるかどうかもわからないの？もちろんわからないです。そうなんだ。でもそういうのは関係ないです。당신을처음봤지만당신이안녕하세요하면서미소지어줬을때선생님야めてください당신을좋아하게되었습니다좋아하게되었습니다어안왔다니아네야めてください선생님아니요즘에동욱이가이상을봤다고하길래어그게무슨말이야아좀선아가공원근처에자꾸어슬렁거리더라고그래서걱정돼서그랬구나야그래서헤어졌어안헤어졌어안헤어졌어알았어먼저만나안녕간다ありがとうございました。야어오늘밤에시간있어밤에아무일없는데아좀하고싶은얘기가있어지우얘기야아니아니지도아무튼밤에보자그래다시해보세요この前彼女に他にも好きな人がいるって言っちゃいました。え、そしたら彼女なんて言ってた？バカなのって言われました。バカだよね、そりゃ。バカですよね。それで？はい。別れたの？いや、まだ別れてないです。そうなんだ。はい。でも、ずるいよね、それは。え？ちゃんと決めてあげなきゃかわいそうだよ。付き合っていくのか振るのかちゃんと決めてあげないと。今の状態じゃ彼女は他の人を好きになることすらできないんだよ。
실은 나 신경 쓰이는 사람이 생겼어. 어? 지우 말고? 전 말이 최악이지. 지우한테는 절대 해 못한다고 말한 주제. 나한테도 이런 일이 생기다니. 누군데? 내가 아는 사람이야? 아니, 모르는 사람. 그렇구나. 실은 나도 잘은 모르는 사람이야. 뭐? 그런데도 좋아졌다고? 이해 못하겠지? 나도 그래. 제대로 발 한 번 나눠보지 못한 사람인데 왜 이렇게 사람이 생각하는지. 나 있지. 엄청 취해서 쿠드급 미끄러졌잖아. 어. 그때 공원에서 일어났더니 있었어. 그 사람. 그 공원에? 그렇다기보다 바로 내 눈앞에. 걱정스러운 눈빛이라고. 근데 기억이 없어서 무슨 고인인지도 모르겠고 이젠 다시 만날 수 없을 것 같다. 그런데도 그래도 좋다? 오늘도 아르바이트 오기 전에 군조공원 소나게 돌고 왔어. 그랬어? 지우는 아직 모르는 거지? 응. 하지만 제대로 말해야겠다. 그렇구나. 꼭 다시 만날 수 있으면 좋겠다. 하지만 어떨까? 어쩌면 만났는데 전 최악의 사람일 수도. 아무튼 이 근처에 사는 사람의 가능성이 많겠네. 그렇겠네. 아, 맞다. 응? 나도 너한테 감사할 일이 하나 생겼어. 감사? 실은 나도 좋아하는 사람이 생겼거든. 진짜? 그것도 한눈에 뿅. 진짜야? 先生もね、彼氏と喧嘩しちゃった。え？うん。先生の彼はね、足が悪くて、そう、車椅子でね。だから、先生の両親が結婚に反対してるの。そしたら彼もね、やっぱり、かな子の将来のこと考えたら結婚は違うのかなって言い出したの。韓国語も話せて留学だってしたがってたのに、こうやって車椅子の自分と一緒にいるのって本来のかな子の姿じゃないんじゃないかって言い出したの。どう思う？私のこと好きなジウはどうするのが正しいと思う？怒ればいいと思います。
怒ればいいと思います。みんな金子先生のことちゃんと考えてないと思います。彼氏も先生の親もおかしいと思います。先生を知ったようにさせないで。だって先生は結婚したいんですよね。その人と一緒にいたいんですよね。その선생님의행복하시길바래요。선생님의행복은어디있죠？다아는것처럼말하지마。그렇게간단한이야기가아니라고。선아야。응？집에다왔어。고마워。괜찮겠어？응。왜이렇게될때까지마셔？그게많이마시면돈만날수있을것같아서。자왔어。응。괜찮아？선아야이런거좋지않은것같아。미안。괜찮아？응。좀앉아서얘기할까？아니됐어。그래그럼나갈게。응。내일보자。응。갈게。응。안녕하세요。안녕하세요。오늘夜시간ありますか？아もちろんです。はい、かしこまりです。付き合いません。そうでしたか。ごめんね。やっぱり日本人がいいんですか？いや、そういうんじゃないんだけど、私も好きな人がいるの。ああそうでしたか。その人も韓国人なんだよ。え、本当ですか？僕がダメなんですね。あ、そうなっちゃうよね。ごめんね。うまくいくといいですね、その人と。いや、無理だね。え、なんでですか？その人も他に好きな人がいるの。あ、そうなんですか。その人同じ靴屋で働いてるんだけど、なんか昔なんかあったみたいで、なんていうかこう自分が楽しんだりとか幸せになったりしちゃいけないと思ってるみたいで、だからお昼もいつも一人で食べてるし、もちろん好きな人なんていないと思ってたの。そのぐらい一人で生きてる感じの人で、でもなんか最近様子が違うから後をつけてみたら、あるアパートの前まで行って、そ
こに住んでる女性が帰ってくるのを見守って、そこから自分の家に帰るようになったんだよね。それは毎日？毎日。まあって言っても私が知ってるのはここ1週間くらいだけど。小梶さんはどうしてその行動をしてるんですか？どうして？いや、毎日後をつけたから。何？いや、なんか怖いですね。そう？でも好きだからね。で、あなたが私にラブレターをくれた日だけ私は後をつけていかなかったの。なんか自分がしている報われない行動と目の前にあるラブレターを比べてしまって、でもまあ好きだからさ、次の日からまたつけていったら、その日を境に彼はまっすぐ家に帰るようになったんだよね。え？だからあなたが私にラブレターをくれた日に、その日に絶対何かがあったはずなんだよね。その彼女はどんな感じでいたんですか？どんな感じ？見に行く。え？ここですか？うん。あの人。え？あの人？部屋の電気がついたらおしまい。彼は自分の家に帰っていくんだよね。じゃあ私たちも帰ろっか。はい。どうしたの？僕がラブレターを渡した日に。そう、その日にここで何かがあったはずなんだよな。どうしたの？なんか知ってんの？それ僕ですね。何が？誤解ですけど、キス。キス？何？ちゃんと話して。ここで僕と彼女がキスしてたのを見たんだと思います。私に告白した日に。だよ。はい。ちょっと待って、なんで私に告白した日に別の女とキスしてんの？それはいろいろあって。いろいろって何？ちょっと待って、どういうこと？ちょっと落ち着いてください。全部説明しますから。で、そのソナが好きな人と出会った公園は見つかってないの？はい。探したりもしてないの？まあ、サナを探してるみたいですけど。はあ、友達でしょ？何、一緒に探してあげようとか思わなかったの？思わなかったです。僕は僕で、それどころじゃなかったし。それどころじゃなかったって何してたの？いや、あなたの返事を待ってたから、ずっとドキドキしてたし。じゃあ明日からもう探せるよね。もう振られたんだし。もう振られたんだしってちょっとひどくないですか？よし、じゃあ3人で探そう、その公園で。もしその男が見つかったら彼女も振られて諦めるかもしれないし。なんで振られるって決まってるんですか？だってそうしないとレオン君が幸せになれないじゃんか。もうちょっとよくわかんないです、僕も。どうせみんな幸せになれないんだよ。だったら自分か自分の好きな人が
幸せになれるように頑張るべきじゃない？そうですかね。そうだよ。てか、なんでそのとキスしたの？知ったんじゃないです、されたんですよ。まだそれ言いますか。しつこい女ですね。おかちゃさんは本当にそれでいいんですか？え、何が？そのレオンって人が幸せになったらそれでいいんですか？だって仕方ないじゃん。レオン君にはもう私より好きな人がいるんだし。なんで好きって伝えないんですか？だってそんなの相手が困るだけじゃん。好きって伝えればいいってもんじゃないからね。すいません、好きって伝えちゃって。あ、ごめん、そういう意味じゃないけど。やあ。おう、わっそ。こちらがソナ、バイト仲間。ソナです、はじめまして。で、こちらがコカジェさん。僕が告白してダメだった人。あ、コカジェです、はじめまして。はじめまして。근데여기는아닌가보네。아니야。어때？아니야。찾아도안보이는걸보니역시꿈이었을지. 그런데이혜위가대체뭔지모르겠어。그공원을찾는다고해도북사람이있을거란보장도없는데。사랑이지。사랑？何話してるの？いや、まあ夢とか愛について。夢とか愛？어쩌면도피하는거지。뭐？아니야，아무것도아니야。
학교 안 가? 가는 날인데 됐어. 카나코 선생님 보고 싶지 않아? 어. 오늘은 안 갈 거야. 왜? 난 괜찮은데? 응. 너 오늘 좀 이상해. 오늘은 거의 안 마시네. 응. 술이 좀 무서워서. 저번에도 엄청 취해서 산스가 집에까지 팔다 줬거든. 뭐? 진짜야? 응. 우리 집 앞에 주저앉아서 좀 도드러뜬 것 같아. 잘 기억이 없어서. 조심해, 술. 응. 그런 두드러보지 마. 그런데 할 말이 뭐야? 난 말이야, 그 신경 쓰이는 사람이 생겼어. 우리 헤어지자. 그 말 좀 해봐. 알았어. 뭐야? 괜찮아? 야! 미안해. 내가 제대로 놀쳤어야 했는데 진짜 미안. 와서 다정하게 그러지 마. 나 아직도 너 좋아한단 말이야. 나도 좋아해. 그래서 더 힘들고 혼란스러워. 면목 없지만 좋아하지 않았으면 카나코 선생님에 대한 내 감정 말하지도 않았고 그냥 바로 헤어졌을 거야. 정말 미안. 아직도 좋아해서.
丈夫。그사람내가아는사람이야그렇구나내가할수있는일이있다면뭐든말해같이찾아줘뭐제가좋아하는사람あのさ、ん？こないだいろいろ話してくれたじゃんか。ああ、うん。あ、なんかごめんね。あんま気にしないで。私も自分の思ってること全部話した方がいいかなと思って。聞いてくれる？うん。あたしは誰が何と言おうと荒川と結婚したいって思ってる。でも荒川がしたくないなら今すぐ別れてもいいって思ってる。私は荒川が別れた方がいいのかなって言った時に本気でムカついたの。何？そんなもんなのって。それはごめん。ただ俺もよく分かってなくて、いやこの間も話したけど、かな子の可能性を奪ってる気がして、ただそれだけ。別にだからかな子がいいって言うなら結婚しなくても今の形を続けていければいいじゃんって思ってる。ただ、かな子が辛くなった時にすぐ逃げれるようにしておきたいっていう、それだけ。だからそれだよ。え？何にも分かってないよ。何が？私はあなたのことが好きなんだよ。車椅子じゃなかったら一緒にいてくれなかったんじゃないかなとか、そういうふうに考えてるのは私の方なんだよ。だから事故って本当よかったなとか考えてる時もあるし、ひどいでしょ。別にさ、浮気相手の家に行こうとしてたの防げたからとかじゃなくてさ、不安なんだよ。わかる？足とか関係ないんだよ。そっちの方が上なんだよ。それわかってんの？私だって縛りつけてるのは私の方だってわかってるんだよ。私の方が好きだってことぐらいわかってるんだよ。
こうやってさ足のせいにしてさ、ずるいよ。好きじゃないんでしょ。別れたくなったら別れてもいいからさ、結婚してよ。最悪しなくてもいいからさ、一緒にいてよ。だからもう別れた方がいいのかなとか言わないでよ。そう思うんだったらさ、ちゃんと振ってよ。じゃあ結婚しよう。じゃあいや、じゃあっていうのはその何じゃあって何。いや、じゃあってその ふと出ただけで別に深い意味はないよ。結婚しよう。いいよ、無理しなくて。うん、じゃあやめよう。絶対もうダメだ。やだ。いや、もうダメダメだ。もうもうダメ。もうほら、こういうのだよ。何が。本当にいいの。じゃあもう一回会いに行こうね、カナホの両親のとこ。じゃあ。いや、ダメ。いや、今のじゃあは別にいいじゃんでしょ。別に間違ってないでしょ、使い方。ダメダメ。じゃあばっかりな。今度の誕生日プレゼント。誕生日、うん、もしよかったらどうかなっていうのが。今の結構ボロボロでしょ。これからも2人分歩いてもらわなきゃだし。うん、分かった。歩くよ。
か。狭そうだから俺どっかで時間潰してるよ。うん、分かった。うん、はい、じゃあね。うん、じゃあね。いらっしゃいませ。オーダーシューズ作りたいんですけど。はい、じゃあちょっとこちらにおかけください。はい、あ、すいません。すいません。あ、ありがとうございます。いいえ。はい、ありがとうございます。では、足のサイズの方を測っていきますね。奥のソファーどうぞ。レオン君、はい、お願いしていいかな。あ、大丈夫です。よろしく。レオンさんですよね。はい、レオンです。あの時のすごい。あ、ここで働いてらっしゃるんですか。はい。あの私たち今度結婚するんです。え？まだうちの親次第なんですけど。よろしければこちらお使いください。いいです、どうぞ。ちゃんと洗っておきましたので。え、本当に。はい。おって、なん네가이런일을해주기바란게아니야。뭐그남자찾는거도와주기바란게아니야。하지만같이찾아달라고했잖아。넌언제나타조함을착각하고있어。나도이런거하고싶지않아。너바보냐？바보，바보。이제찾는건그만두자。나도힘들어。몰라。本当良かったです。ごめんなさい。え、なんでレオンさんが謝るんですか。僕が信号を守らなかったからあんなこと。そんなの荒川だって守らなかったんだから。本当に良かったです。
よかったらこれもどうぞ。え？どうぞ。사귀기로 했어. 응. 어? 진짜? 응. 그동안 복잡하게 해서 미안. 괜찮겠어? 응. 뭐 나야 선아가 괜찮다면 상관없지. 솔직히 지우 마음은 잘 모르겠지만 내가 좋아하니까. 아니야. 나 좋아해. 난 계속 둘 다 좋다고 얘기했잖아. 뭐? 야, 정말 괜찮겠어? 역시 헤어질까? 야, 한선아. 야, 야는 내 방에 되니까 이제 좀 가줄래? 회장까지 데려다 달라는 게 누군데? 야, 너도 빨리 가. 어? 이렇게 될 때까지 마셔. 그게 많이 마시면 더 만날 수 있을 것 같아서. 자, 알았어. 괜찮아? 아는 것 같아. 미안. 자나? 응. 좀 앉아서 얘기할까? 아니, 됐어. 그래. 그럼 나 갈게. 응. 내일 보자. 응. 갈게. 괜찮으세요? 괜찮으세요? 나 말이야. 혹시 한눈에 반하는 거 아니라고 생각해. 뭐? 그렇잖아. 사람은 잘 모르는데. 그건 안 되지. 진짜 아니잖아. 그렇구나. 하지만 어쩔 수 없어. 신경 쓰이는 거. 그럼 반대로 말이야. 원래 사귀어서 아는 게 뭐야?
왜 사귄다고 해도 모르는 것도 많잖아. 응? 갑자기 좋아하는 사람이 생겼다란 말이나 들을 텐데 뭐. 안수야. 여기 앉아. 그 응? 그 사람 어떤 사람이야? 그니까 얘기했잖아. 엄청 취해서 공원에서 잠들었을 때 일어났더니 모르는 남자가 나를 보고 있어서. 그 사람이 그 사람. 어, 그렇구나. 아, 산수야, 넌 어떤데? 한눈에 반한 거지. 어떤 여자인데? 아, 구독하기 여자? 당연하지. 저 누가 있냐? 러브레터 썼다며. 어디에 반했어? 밝은 성격? 밝은 거 좋지. 밝은 게 제일이야, 진짜. 아, 근데 내가 좋아하는 사람 말이지. 그 왠지 좀 어두운 느낌이야. 근데 남자는 그냥 그 밝은 것보다 뭔가 코빈이 있는 편이 더 매력적이잖아. 그치? 내 말이 맞지? 그런가? 그럼. 근데 응? 만약 그 어두운 느낌의 이유가 말이지, 자기 때문에 누군가 엄청 다쳤다던가 해서, 그래서 자신이 행복해져선 안 될 것 같다는 마음에서 온 거라면 어떻게 생각해? 좋다고 생각해. 다른 사람 깊게 생각한다는 거 멋지잖아. 요즘은 나만 처면 된다는 놈들 많잖아. 안 그래? 그런가? 하지만 그 어렵겠지? 그 사람이 아직도 반성적이거나 상대방을 생각하고 싶다면 생각하면 되겠지. 물론 편승해줘선 안 된다고는 생각하지만. 그런데 그거 다친 상대는 화가 나 있을까? 딱히 화가 난 건 아니라고 생각해. 그냥 내 자신이 신경 쓰이는 것 뿐이지. 그렇구나. 하지만
언젠가는 구원 받았으면 좋겠다. 나도 공원에서 만난 그 남자한테 구원 받았으니까. 또 만나고 싶어? 응, 만나고 싶어. 이라시아이마세요. 혹시 그 사람이야? 와, 진짜로? 안녕하세요. 5点で 702円になります。 702円 ちょうどお預かりします。ありがとうございました。 저기요. 네? 저기 여러 가지로 감사했습니다. 네? 아무 일도 아닙니다. 또 오겠습니다. よかったら食べてください。 どうしたの? 何かあった? はい。恋をしました。